新宿ショールームのあれショップ探訪だな。3階に来ました。もうくつろいでる方が家具の世界一周旅行ができちゃうってことじゃないですか、はい、圧巻の本当に圧巻。インテリアの話の時間です。あれ上野が いないんですけど、いつも、ね、2人でやってますけど、ちょっと行ってみましょうか。あれふくらはぎは体中の血流の要です。下半身に集まった血液ウルさん、何やってるの？いやこれね、めちゃくちゃこんにちは。こんにちは。めちゃくちゃすごいねこれ。これあれガンダムの。すごいよ。もう本当今うとうとしちゃったよ。真面目な話で。本当寝てましたよ、ね。寝てた。しかもふくらはぎは大の心臓ですとか言ってくれんだよこれ。仕事できます今日。これちょっと無理だなこれちょっと。大丈夫ですか？起きてます。いや大丈夫。ちょっとぼーっとしてるけど。ね、和田さん今日はですね新宿ショールームのあれショップ探訪だな。そうです ね。どういう感じに。そうだね、はい、ここ今地下1階でしょ。地下1階 で何階まであるんだっけ。8階まで。8階までね、はい、このフロアちょっと教えてください、はい、コンセプト。このフロアはですね、はい、家電が結構多いんですけど、うん、そうだね。タブレットですとか、うん、パソコン、うん、あとはウルさんの横にあるようなテレビ、うん、大型テレビですとか。なるほどね。ただそのテレビにまた合わせてソファーも数点ご用意させていただいておりますので、うん、なるほどね、はい、意外と毎日見てるとさ当たり前かなと思うんだけど、意外とさこういう電動ソファーと大型テレビとかさ一緒になってこう体感できるところって少ないよね。なかなか少ないね。あ、そういう風なコンセプトフロアということで、地下にお足運んでいただきたいということですね、はいはいはい、1階に来ました。あ、またちょっとそこにまたいるんですか。そこにいらっしゃいませ。いらっしゃいませじゃないですか。斬新っすね。そうですか。あ、そうですか。今で1階だよね。ここ1階です、1階です。エントランスがあって、はい、それからここ1箇所とあと向こう甲州街道側ね、はい、だから2箇所から入っていただけるということになります。駐車場もバッチリございます。あ、地下2階に管理してます。なるほどね。あ、はい、で1階はどんな感じなんですか、はい、1階はですね、まず、うん、照明であったりとか、うん、リビ用の家電であったりとか。あ、なるほどね。ちょっと手に取りやすいよね、はいはい、うん、あと携帯電話とかの申し込みできるコーナーもありますので。あ、携帯電話自体も扱ってらっしゃる、はい、あ、そうですか。なるほどね。あとは最近流行りのおしゃれ家電なんかもあって。あ、じゃあとっちょさプレゼントとか。そうですね。あと父の日プレゼントとか母の日プレゼントとか、はい、そういう風なものとか比較的置いてあって。そうですね。イタリアのスメッキっていうのが、ね、お店の顔になってるわけだ ね。 そ う、 ですね。ここはそういう感じだね、イメージはね。はい、わ、はい、かりました、はい、2階に来ましたけどまたちょっと見当たらないので一緒に探してもらっていいですか。なんか音がしますね。何してるの。掃除してます。おー、和田さんありがとうございます。いえこれはねすごいね、軽くてね、ダイソンなんかすごい重いのがあったりするけど、これ今こんな軽いのね。軽いです。ありがとうございます、ね、はい、ということでさ、はい、こういうダイニングのそばでね、私今ちょっとやらせていただいたんだけど、はい、こうリアルだよね。リアルです。あ、こんな感じになるんだなとかね。そうですね。なかなかこうやってできることないもんね。ないです、ないです。あとね、光熱費、はい、すごいやっぱり高騰してるじゃない、はいはい、で今こういう省エネ家電でしょ、はい、でこういうものに買い替えるだけでも全然違います。全然違うんだよね。変わってきますよね。そうだよね。でこのフロアちょっと教えてください、はい、冷蔵庫ですとか、うん、洗濯機、うん、今上野さんがおっしゃったエアコンです。なるほどなるほど。あとは掃除機です。あ、お掃除ロボットなんかもあるんだね。最近お掃除ロボットも人気ありますから。あ、なるほどね。あとあれでしょ、ここはサロンが多いんだよね、はい、お客様用サロンを用意してますので、ね、はい、じゃあお茶を飲んでいただいたりとか、ね、ゆっくり休憩していただいたりとかっていうそういうコーナーもありますよ。設けておりますね。これが2階、はい、2階でございます。あ、わかりました。ありがとうございます、はい、3階に来ました。もうくつろいでる方がいらっしゃいますけど、上野さん3階いやね、思い切ってね、フィンユールにくつろいでみましたよ。素晴らしいソファですよね。そうやっぱり憧れですからね。最高ですよ ね。ということで、ここはあれなんだね、3階まで上がってきましたよね。はい、3階上がりました、ね、もう比較的やっぱりここは家具が多いのかな。家具多いですね。ね、家具が結構メインですね。なるほどね、はい、で、この3階は何がどういう風なコンセプトなの、はい、1枚の無垢天板、無垢天板、なるほどなるほど。北欧の、そうですね、北欧の家具、今私が座ったね、フィンユール含めて北欧、はい、あとは飛騨、高山の家具。あ、なるほど。どっちかっていうとあれだ、木の質感とか、ね、優しさとか、はい、ナチュラルな感じで、あ、なるほどね、そういう風なイメージのフロアですよ、はい、ということがこの3階。3階です。あ、ここは人気あるよね。人気ありますね。はい、ということでですね、和田さん、ここ4階に来ましたですね。4階ですね。じゃあ4階はですね、ちょっとどういうフロアなのかちょっと教えてください、はい、リクライニングの電動のソファーとか。あー、今人気だね。はい、ね、パーソナルチェア。パーソナルチェア、うん、セラミックですとか、そういったテーブルですよね。セラミックのテーブルはね、どこでも人気なんですってね。あと食器棚やっぱり人気でしょ。人気ですね、はい、なんでやっぱりSNS に上げたりとか、はい、ね、あとはご自宅にいる時間が長くなったりとかっていうことで背景に映り込んだりすることが多いんでしょうね。ということでやっぱり食器棚のコーナーすごくやっぱり ね、平日も週末もね賑わってますもんね、はい、ちょっとこうムーディーなのかな、ね、ちょっとモダンな感じなのかね。さっきのナチュラルとちょっと違ってますよね。そういう感じだよね、はい、ということでそれが4階のフロアでございます。はい、5階行きました。ここはですね、カーテンなんですけれども、これはこちらの方に、あれ
和田さんちょっと今ね先に来てちょっとカーテンを見てびっくりした。どこに出したの。ここにね今おりましてですね、カーテンの部屋で先ほどね光熱費が高騰しててって言ったでしょ、はい、レースとかさカーテンこういうの変えるだけでも全然違うんでしょ。全然違いますね。だ遮光カーテンとか遮熱カーテンとかね、はい、だってクーラーの設定の温度を変えることができたりするからね、はい、こういうそういうのインテリア性もそうだけど光熱費高騰に対しての対策としてもいいってことだね。いいです。そうだよね、家計に優しいですね。なるほどね。でこのフロアはちょっと教えてよ、はい、5階は何なのカーテン今あのおっしゃったカーテンカーテン絨毯絨毯敷物敷物もあれだよ大事だよね。大事です、はいはい、あとは日本のメーカーさんで、まあ、皆さんもご存知のカリモクさんだったりとか、あーベーシックな、はい、浜本さんだったりとか、はい、そういったメーカーさんもご用意させていただいてるので。あなるほどね、はい、じゃあ木のぬくもりもそうなんだけどちょっとベーシック寄りなんだよねこのフロアね。でもそれはそれで落ち着くね、はい、いい空間だよ ね、 そうですね。なるほどね、はい、じゃあこれが5階です。5階でございます。ということですよね。6階に来ました。ここはあのラグジュアリーブランドの会でございましてですね、ちょっと一緒に行きたいと。この時点で最高に面白いですね。いや和田さん先に来てもうちょっと座り込んじゃいましたよ。世界の至宝ポルトローナフラワーですね。一人掛け、はい、憧れですよね。最高ですよね。でもこのフラワーはいいね。なんかね緊張感が走る。あ確かにそうです ね。じゃあちょっと簡単に教えてください。どういうブランドは、はい、ここはもうあの各国の有名なもうラグジュアリーブランド、うん、ポルトローナフラワーをはじめとしてイタリアだね。イタリアです、はいはい、あとはロルフベンツ。ロルフベンツこれドイツだ、はい、あとデセレ。デセレこれスイス、はい、あとはエルバイタリア。これもイタリアだ ね、 イタリアですね。あとほらこちら後ろの方日本のメーカーさんで、はい、松尾と言います、ね、あこれはもうキリダンスから発祥したすごいブランドでしょ。はい、ということでここ一周回るだけで家具の世界一周旅行ができちゃうってことじゃないですか。はい、ね、ということでもうあの世界中 の、はい、なんていうのエグゼクティブブランドが揃ってるというのがこの6階ですね。6階です。分かりました、はい、7階行きました。7階でですねおやすみ。これねお休みになられてる。これはね和田さんねやっぱ気持ちいいよね。全然ね気持ちいいですよね、うん、ちょっとねこのままの形でちょっと失礼させてもらいますけどね。全然面白い、斬新で面白い。ここはもう週末も平日もたくさんのお客様がね来られてます。これベッド専門のフロアでしょ。そうです。そうでしょ、はい、でやっぱりあれだよね寝るところってのはやっぱり健康に、まあ、やっぱ一番こうやっぱ気にしてるところなんじゃないの、はい、直結してきますよ ね、 ねそうだよね、はい、ということでちょっと教えてください。じゃあどんな風なベッドでどんな感じのもの、はいまあ、いわゆるあのシモンズさんですとかーシーリーさんははサータさん。あということは全部 S がつくから 3S だ、ね、有名だよね、はい、あとはあの大塚家具のオリジナルブランドのレガリア。これアメリカのね、はい、レガリアキングズダウンというメーカーと日本の大塚家具がコラボした、そうです、ね、ブランドでね、はい、で日本のメーカーさんのフランスベッドさんが入っているとか、はい、じゃあもうほとんどもう全部のメーカーさんも値比べできるということだ。ご用意させていただいてますので。あいいじゃないですか、はい、あとはそれにあとはどういうの寝具もありますしね。枕とかベッドパッドとかマットレスカバーとかね、掛け布団とか、そういったものもご用意してますので。あということはもう全部一式ここで眠りについては全て、はい、解決できます。はいいいじゃないですか解決、ね、それがこの7階です ね、 7階ですね。7階です。はい、わかりました。7階来てください。8階、最上階にやってまいりました。何ということでですね、ここは8階は私今、王道のアーロンチェアに座ってますけど、まあすごい数だね、オフィスチェア。圧巻ですよね。圧巻の、本当に圧巻。はい。もう平日も土曜日日曜日もすごいみんな触って座ってらっしゃいますもんね。みんな座ってます。はい。やっぱりこうなんとのもう自宅のリモートワークがもう当たり前のような、ね、時代になってきたじゃないですか。すね、腰が痛いとかって買い替える方多いんでしょうね。そうですね。それにしてもすごい。ちょっと教えて。じゃあどういうブランドとかどういう風なあるの、はいうん、ハーマンミラーアメリカのね、はい、でスチールケースって同じあのアメリカの有名でしょ、はいうん、コンテッサとかコンテッサチェアとか、ねはいはい、石家具ってとこ、ここはエルゴヒューマンエルゴヒューマンチェアとか有名じゃないですか。エンジョイチェアとかなるほどそういったものまでご用意させていただいてますし、はあはあ、奥の方にはあの、うん、本棚ですとか。やっぱり付属品でね、やっぱりね、はい、そういう書斎関係の書棚がずっと。そうです。お子様のお机もありましたり。あ、お子様のお机、学習で、はい、これも今あれだよね。昔は3月4月とかって言ってたけど、もう通年でしょ。通年ですね。あ、なるほどね。で、そういうものもいっぱい手で触って、はい、見比べることができると。あとはです結構人気だろう電動ベッドっていうのを最近。ああ、なるほどね。人気がありますので、ね、それも数。あ、電動ベッドもこのフロアなのか。ここにあります、ね。ということで何、ご自分のお城の中に電動ベッドとこういう風な双方も作ってしまおうとかっていう方も多いんだってことだ。快適に過ごしていただけるあ。なるほどね、はい。ということでここが最上階の8階と。ということでですね、今日は地下1階から8階まで、はいねちょっと駆け足でしたけどね、はいご紹介をさせていただいたんだよね、はい、昨日のなかなか大変だよっていう方はどういうサービスもう LINE ですとか、あ LINE とかね、Zoom ですとか、Zoom、メール当然お電話とかで、ああ、はい、いろんな具体が聞きますよもちろんですということですよね、はい、新商品続々と登場いたします、はい、ぜひお足を運んでみてください。お願いします。お気に入っていただいた方はですねチャンネル登録とそれからグッドボタン、グッドボタンこれからも有益な情報を発信していきます。よろしくお願いいたします。